こういうことを該当でいう政党はありませんね。なぜか利権が絡むからです。利権が全部絡んでるんです。もうこんなこと言ったら製薬会社からお金もらえませんよ。今ね、製薬会社すごいんですよ。昔は製薬会社を厚生労働省や、ね、研究機関がチェックしてました。今は逆です。なぜならもうお金がなくなっちゃったから、厚生労働省も大学病院とかも、まあ、開業医とかも製薬会社からお金もらわないと経営ができない。え、厚生労働省税金でしょ。いやいや、実験とかいっぱい必要だから、そういう研究費が出ないんですよ、税金から。予算がないっつって、で結局研究費を製薬会社からもらってる。そして官僚だったら50代そこそこで旗たたきですよね。天下り先はどこですか。製薬会社ですよ。その関連会社ですよ。自分は行かないからいいです。先輩がたくさんいます、 OB が。そういう人が電話かかってくるんですよね。何々くん、今度うちの会社でこれ認可取るからよろしくねということですよ。野球の世界縦社会ですから、そういう電話が来たら認可どうするでしょうね。ひどいとこだったら、何々くん、今度うちの会社で認可を通すから、何々大学の何々先生に頼んであるからよろしくねですよ。もう検査先まで指名があると、もうスルーじゃないですか。そんなの製薬会社の研究員もおかしいって言ってるけど、それをこうやっておかしいって言うとみんな職がなくなるんです。だからおかしいなと思いながら、まあ自分一人言っても何も変わらないしねと言って、製薬会社の人も官僚も大学の人もお医者さんもみんな自分一人言っても何も変わらないからねって言ってきた結果が今のこの日本社会です。僕たちもそうかもしれない。僕も15年政治を関わってきましたけど、そう思ったことあります。あまりにも仕組みが複雑すぎて、そして岩盤が厚すぎて、こんなもん変わらんわと、もうこんなん嫌だと思ったことはあります、何度も。けどバカじゃないから世の中見てるじゃないですか。で僕は教育の授業をやってるんですね。で子供たちに社会良くしようねとか、日本に誇りを持とうねとか、そういう偉そうなこと言ってるんですよ。けどそうやって子供たちに教えても、社会人になって彼らが大人になった時に今の社会を見たら質問するんですよ。なんだこの社会はと。神は嘘つきだって言われるでしょうね。頑張ればなんとかなるとか、正しいことが通るとか、一生懸命やれとか言ったけど、そうじゃないじゃないかと。うまく長いものに巻かれて利権をむさぼり、そして言いたいことも言わずにね、おとなしくしてる人の方がいい目見てるじゃないかと。そんな社会でいいんですか。私はそれでは教育ができないと思ったから、だから吉野先生も言ったけど、いやいやここに立ってます。こんなことねしたくないです。だってもう僕ね、子供0歳とかなんですよ今。生まれたばっかりで本当は家にいて、その成長とか見ていたいね。けど家に帰るの月3日とか4日ですからね。まあ選挙までだと言い聞かせて頑張りますけど、けど個人的なことを言えばそうです。皆さんもそうだと思います。個人的なことを言えば、今日はね吉野先生がいるからここに集まったら来たかもしれないけど、わざわざ週末の朝に来ないでしょ、こんなとこ。普通いい人たちですよね。普通来ないですよこんなところに。ありがとうございます。いや普通の人が見たら何してんのこの人たちって思いますもん。そうでしょ、こんなところに立ってマイク持って、まあバカにする人もいますよね。まあ分かってます、それは旗から見てたらそうでしょうと。でもみんながそうだからこんなことになったんだということを僕たちが言う政党です。他の政党そんなこと言わない。他の政党はね、皆さんのために成長しますと、ね、私たち応援してくれたらあれを無料化しますと、これやりますあれやります、ね、で何か言われてもご意見としてね、溜まっておきますとか言うわけですよ。僕ら違いますよ、あんた方が悪いんだよって言ってるんですよ。というか自分たちも含めてね。だからみんなで変えようって言ってるんです。こんな政党は僕他にないと思います。みんなね、国民の御用聞きをやってる。国民に好かれようとしすぎている。国民の声を聞くことは大事だけど、媚びちゃいけないし、甘える人たちには甘えてちゃダメだと。自分たちでちゃんと考えて、自分の足で立って次世代にいいものを残していかないとダメですよということを言う政党が日本になくなってしまったので、私たちは賛成党をやっています。そういう党なので、我々の政策はね、重点政策3つあるんです。3つだけ覚えててください。教育と、それから吉野さんが喋った食と健康、そして国を守ること、
この3つです。簡単に説明すると、教育っていうのはいい大学に行かせるとかいい企業に入らせることではありません。みんな分かってるはずなんだけど、頭では。でもやってることはそれなんですよ。日本中でやってますよ。学力上げなきゃ、学力上げなきゃ。学力って何ですか？テストの点数ですよ。なんでっつって、いや進学率が。なんで進学させていい大学に出て。大間違いです。1億2000万人で大間違いやってますよ、この国は。そんな受験勉強なんかやってるのは日本と韓国ぐらいですよ。他の国はこんなことやってない。じゃあ何やってるんですか。社会の一員として立派に社会に貢献できる、そういう大人を作りましょう。自立して自分の目標が叶えられる、そんな人間にしましょうです。それが世界の教育です。日本もこの間までやってたんだけど、今はなぜか受験教育になっちゃったんです。で、勉強しよう勉強しようってテストはやらせる。テストに出ないことはやらなくていいと、ね、とにかくテストでいい点数取っていい大学入りなさい。で、昨日4月1日で大学行きますよね。で、大学行って勉強もしましたと。じゃあ次どこに行くんですか。日本の企業でしょ。日本の企業で世界で立ち打ちできる企業はもうないですよ。唯一残ってるのはトヨタ、世界第42位。でもそのトヨタももうすぐ潰されます。なぜか、政府がバカだから電気自動車にするからです。まあここだったらマツダですよね、広島近いし。日本の自動車産業はですね、もうすぐ潰されますよ。政府が潰すんです。日本のトヨタがトップだからね。日本の自動車メーカーに勝てる国はいないんです。日本が世界一になったんです、自動車では。日本のお家芸なんですよ、自動車作りは。だから世界中を日本の車が走ってます。日本の車が走ってない国はない。それぐらい日本の車は世界の人たちから愛されていて重宝がられています。けどその優位性を政府が捨てようとしてるんですよ。何のために？地球温暖化を防ぐためですって。バカなんですか、政府は。バカですね。こんなの武田邦子先生にね、わざわざ1時間でも2時間でも喋ってくれますけど、地球の何万年かで見たら今は平均気温以下です。だから上がったり下がったりしてるんです。地球の気温は平均より今低いの。だからほっといても何しなくても人間が全部いなくなっても上がるんです、自然に。だってこういう周期にあるからです。これも原因が違うんですよ、きっと。もちろんね、あまりにも二酸化炭素出しすぎるとあれかもしれないけど、でも二酸化炭素だけの問題じゃないんです。で、日本のハイブリッドカーってめちゃめちゃエコだから、そんな電気自動車とか変わらないんです。電気自動車とかはバッテリーの電池を作るときにめちゃめちゃ CO2 を出すから、10万キロぐらい走ってやっとガソリンカーのハイブリッドカーと同じぐらいのエコ度なの。そんなの知らないでしょ。これ一生懸命言ってるんですよ、トヨタの会長がね。で、日本人が全員電気自動車に乗ったら、あと原発が10基必要なんですよ。 NHK でみんなで電気を使わないように同じ部屋で過ごしましょうとか言って国民に言ってるんですよ。バカでしょ、本当。この国は何をやってるんですか。それに気づかない国民もバカなんですよ。だから参政党は皆さんにこういうことをちゃんとね、気づいてもらって、おかしいじゃないか政府が言ってることは、と。なんで日本のね、基幹産業ですよ、700万人が働いている自動産業を潰すようなことを政府がやるんだと。なんで環境大臣が勝手に国際会議で決めてくるんだと。誰が作ったルールだと、ね、ヨーロッパ人やアメリカ人が作ったルールは何のためだと。日本の産業を潰すためじゃないのかと。そういうことを言うのが国会議員。彼らが決めたルールに、はいそうですかと、分かりました、国民にやらせますと言ってやってくるのは売国奴と言います。名指しはしませんけど、売国奴がいっぱいいますよ。そしてそれをもてはやすメディア、それをね、おかしいじゃないかって言うのが本当はメディアだったはずです。それがメディアも金の力で動いてる。こんなんで日本人賢くならないですよ。日本人を賢くする、教育するっていうことは、こういうことを考えられるようにちゃんと調べる力とか考える力とか、ね、こうすれば日本良くなるよね、地域が良くなるよね、岡山だと岡山県良くなるよねっていうことを考えさせることが教育で一番大事なことなんです。今の学校は思考を止めるんです、勉強させて。で、決められたことを早く覚えて早く解けるようにするっていう、ね、そんな兵隊みたいな人間をたくさん作る教育をずっとやってるの。だから日本は産業が起きなくて経済で負けてるんです。日本人が能力がないんじゃない。日本人の能力は
日本の近代化を目指した明治の時代に証明されましたよ。ね、他のアジア有色人種がみんな白人の国に頭を下げたけど、日本だけは下げなかったんです。そうですよね。我々は日本人だってできるんだということをきちっと、ね、証明すると。最初は力がなかったから不平等条約も受け入れました。しかし何十年かけて戦争にも勝って、ね、私たちはできるんだよということを証明した。そして国際連盟に入って、ね、言ったことは人種差別をやめましょうですよ。1919年、ね、当時は文明国、野蛮国、植民地って3段階あったんですよね。で白人は文明国で、我々が有色人種で頑張ってるのは野蛮国、そして黒人の国なんかは植民地でいいんだっていうルールだったんですよ。たった100年前ですよ。そんなのおかしいでしょって世界で初めて言ったのは我々日本人。我々はそういう民族なんです。ね、ほら日本人が頑張ったらちゃんと国作れるでしょと。憲法も法律も整備したし、皆さんと同じようなことできるんだから、教育さえちゃんとしてもらえば、ね、受けさせれば。だからそういう差別はやめましょうと言ったら、日英同盟を切られ、ね、国連から追い出され、そして20年かかって戦争で潰されたんですよ。これが我が国の歴史ですが、そんなことすら学校では教えてくれません。なぜか、日本の歴史の教科書を作ってるのは日本人じゃないからです。日本の歴史の教科書を作ってるのは外国人だ。だって皆さん、コロンブスって冒険家だと思ってるでしょ。フランシスコ・ザビエロはなんかいい宣教師だと思ってるでしょ。ペリーはなんかクジラ取りに来たおっちゃんだと思ってるでしょ。マッカーサーは日本民主化しに来たいい人だと思ってるじゃないですか。でその時代の豊臣秀吉は朝鮮出兵した悪い人、徳川慶喜は戊辰戦争で逃げた弱腰の将軍、東条英機はアジアを侵略した極悪人、そういう風に書いてあるのが日本の教科書ですよ。これ日本人の教科書ですか本当に。違うでしょ。日本人だったらそれぞれの時代もちろん光と影があったけど、先人たちは我々の国を守るために一生懸命戦ってきたんですよと。だからいろいろ戦争もあったけど、これから平和で豊かな国を作るために皆さんも頑張りましょうというふうに子供たちに夢と希望を持たせるのが日本人の教科書。こういう教科書を本当は作んないといけないんだけど、もう無理です。だって教科書を作る人たちがもうガチガチに握られてるから。もう北朝鮮の先兵みたいな人がいるんですよ、教科書を作る人たちの中に。そんなことを皆さん知らないでしょ。そういうことを一個一個暴いていって、これおかしいでしょって言っていくのが参政党です。そうやって教育の根本のところから見直していかないと、この戦後77年続いた植民地体制が変わらないの。我々戦争に負けちゃったから、ね、おじいちゃんたちの時に国の形変えられたんですよ。それをしっかりと教えて、ね、もう一回戦争しようとかそんな野蛮なことは言ってません。まず我々は戦争で負けたんだと、それによってもう逆らわないようにしようねという体制を組まれたんですよ、憲法も含めて。だから我々はその体制の中で77年間生きてきたから、国の戦略は考えられないの。売国奴みたいな政治家しかいないの。利権構造で長いものに巻かれる経済人しかいないの。日本人の侍みたいな魂を持って、自分のことだけじゃなくて世のため人のために命を懸けて頑張るぞみたいな日本人がいなくなっちゃったんです。で彼らはその日本人が怖かったから教育を変えたんですよ。ってことは彼らに立ち向かうには我々が変わればいいだけ。戦う必要はない。次の世代にちゃんと魂を伝えて、ね、日本人としての教育をちゃんとすれば、我々の子供や孫は必ずこの日本をもっと良くするから。すぐには無理ですよ、戦争でもしない限り。でも私たちは戦争したくないから、教育でやりましょうよ。意識から変えていきましょうよ。戦わずに平和的な方法で国を復活させましょう。それには教育しかないんだ。だから教育が一番目で、頭だから心だけじゃダメで、やっぱりそれを支える体が必要だから、食と健康なんですよ。もう食の話はさっき吉野さんがしたから僕の方からあまり言わないけれど、でも食と健康だった時に農業とか林業とか水産業とか一次産業がすごく大事なんです。そうなってくると東京とか大阪はもうダメなの、作れないから。だからこの岡山みたいなところがもっとクローズアップされて、農業とか林業をきちっと作り直していって、いい食事を作っていくんです。その食事によって病気のない体ができるし、健全な精神ができて勇気が湧いてくるの。
それはやっぱり土地づくりとか環境整備から始めないといけない。そういうことをできるのは日本の地方だから、これからはみんなが地方に移住して、地方から日本が復興するような、そういう国の新しい形を作らないといけないんです。食と健康は国土開発とすごく密接に結びつくから、そういうことを訴える政治家が必要だと私たちは思っています。そして最後に国の守りね。で、国の守りっていうとすぐなんか戦争とか軍隊とか言うけど、そうではなくて、今何度も吉野も言ったように、日本が買われそうなんですよ。日本が乗っ取られそうなんです。合法的にですよ。戦争でじゃない、合法的に乗っ取られそうなんです。コロナで経済潰されてね。で、今円安でしょ。ドル高ユーロ高ですよ。ゲーム、中国のゲーム強い。で、そういった中で国開いたらどうなりますか。またドカーッと来てですね、いろんなもの買うんですよ。いいですよ、松本清志で買ってくれたら。松本清志も全部買ってもらってもいいけど、土地や水源や不動産買われたらまずいんです。なぜなら我々がそれを全部お金払って借りないといけなくなるから。日本の国土ですよ。日本の企業ですよ。我々の先人が作って守ってきたものを金で買わせるんですか。それをやっちゃいけないです。お金に転んじゃいけないですね。それだったら参政党には松田学さんという元官僚の財務省の人がいてですね、彼が松田学プランというのを作って、とにかく積極財政で日本人の使えるお金を2倍から3倍に増やし、そして海外に買われないようにしようと、ね、日本人がお金がないからもう電波と売っちゃうとか、外国人ね、そういうことは絶対防がないといけないし、法律を整備もしないといけないのに、自民党がやってることは逆なんです。どんどん買えるようにしてるんです。誰ですか、金をもらってるのは。手を挙げてくださいって話です。おかしいでしょ。一部の人たちはね、これはガス抜きなのか本気なのか僕もよくわからない。だってどんどん進むからね。本当は止めないといけないはずの人たちが止めてくれないんですよ。僕も自民党の国会議員で何人か信頼できる人たちがいるので、その人たちが止めてくれるかなと思って何年か見てましたが、一向に止まらないというか進む。で、言い訳ばっかりする。だからもう自民党に任せられない。それで参政党を作っています。何度も言いますよ、日本の土地や日本の企業を金で売っちゃいけないの。そしたらもう全部彼らにコントロールされちゃうんです。特に企業ね、もう大企業はほぼ買われました。だからいい大学行かせていい企業入れてもダメ。株主が外国人だから、社長とか経営陣が外国人だから。僕は観光地、石川県の観光地に今移住して住んでますけど、そこの旅館とかホテルも中国人に買われてるの。働いてるの日本人だけど。じゃあ頑張って僕らがその地域を盛り上げてお客さんが来ると、結局売るの中国人なんですよ。そんな構造がもう全国で作られる。これから加速するの。コロナで今疲弊してるから、わざとやってるのかと思いますよね。わざと日本人を疲弊させて、そして外国にどんどんお金を流して門戸を開いて買わせるっていうね。バブルの時ありましたよね。リーマンショックの後もやられましたよね。3回目ですよ。もういい加減気づきましょうよ。これが国守りです。なんか勇ましくね、核を持つとかそういう議論も必要でしょう、ね、けどそれよりもっと手前の話が抜けてるんです。こういう合理的な経済や政治を使った新党工作のことを英語でサイレントイベンジョンと言います。静かなる侵略ですよ。これがものすごい勢いで進んでて、マスコミがそれを加担してるんです。政治家もどうもそれに加担してるやつが多い。これを明らかにして善良な国民に知ってもらい、おかしいぞというふうに声を上げてもらう役割を担うのが参政党です。参政党が掲げている3つの政策ね、教育、食と健康、そして国守り、どういうことを言ってるのかということをぜひ今日皆さん持って帰って、周りの人に参政党ってこういう党なんだよと、どうも今までの党とはだいぶ違うということだけをきちっとですね、周りに伝えていただけたらありがたいなというふうに思います。私の2回目からは以上です。